皆さんこんにちは。2023年4月に行われる第161回定期演奏会にて指揮者を務めさせていただきます横山奏です。東京厚生ウィンドオーケストラとはすでに何度か共演をしていますが、今回初めて定期演奏会の舞台に立たせていただきます。私自身も中学生から、吹奏楽部に入っていたこともあり、東京厚生ウィンドオーケストラといえば憧れの楽団でもあります。その舞台に立てること、今から、とてもワクワクドキドキ楽しみにしております。今回のプログラムは、ヨーロッパの作曲家をフィーチャーした内容になっておりますが、皆さんよく知っている曲から全く聞いたことない初めての曲、聞いたことはあるけど実演にまだ立ち会っていない作品などもあると思います。きっと、楽しんでいただけると思いますので、ぜひコンサートに足をお運びください。それではお待ちしております。